はい、ラニューさんの新作商品をご紹介していきたいと思います。まずご紹介していくのがこちらのアイテムです。全体的に華奢なストラップのサンダルですね。ローヒールで綺麗めさもあるんですけどもとにかくシンプルな作りとちょっと華奢なタイプでレディーライクな印象のアイテムになってます。なるほど、じゃ可愛いですね、はい、そうなんです。しかも軽いのでかなり曲線もしっかりあるのでやりやすいかなという感じです。なんかこう手足首のところがしっかり収まるので素敵ですね、はい。お色はこちらの3色展開ですかね、はい、3色展開になります。ありがとうございます。すぐ即納できる感じですかね。はい、すぐ送り可能です。ありがとうございます。実際に履いてみた形になっております。結構スリムな感じで華奢見えしていいですね。はい、結構あの足首のところのストラップも実は、こっち側の内側なんですけど伸びるようになっているのですごく履きやすいタイプになってます。なるほど、はい、内側にゴムがしっかりついているので、はい、脱ぎ着しやすいですね、はい。あとホールド感もしっかりあるので華奢見えしながらも安心感しっかりありますね、はい、ありがとうございます。続いてご紹介するのがこちらのサンダルとなっております。遊びの心のあるカラーがとても綺麗なアイテムですね。結構あのジューシー系なお色味っていうところをちょっとコンセプトにしてまして、ちょっと遊び心あるカラーリングの中でシンプルなエクリュタイプも一応ご用意はしております。でちょっとデザイン性もとにかくあのトレンド感をたっぷり詰め込んだアイテムになってまして、足首のところとあとちょっと外側のソールですね、ここがとにかくちょっとデザイン性を盛り込んだアイテムになってます。ちょっと後ろから見るとこんな四角い感じなんですけど、はい、ちょっと華奢見えするような横からはなっています、はい。これはこういう風に履くことも可能って感じですか。 こっちだけこっち側だけになりますじゃあこのまますっと足を入れていただければ履けるタイプですね、はい。お色はこちら3色ですね、はい、ありがとうございます。実際に履いてみた形になっております。シンプルだけどすごい綺麗に見えますね、足元が。そうなんです、ちょっと形としてもスクエアというのデザインと親指のところにもトングタイプっていうところのデザイン性を落とし込んでいるので、とにかくまあずれにくいっていうところも履き心地がよくおすすめな一足になってます。ありがとうございます。続いてご紹介するのがこちらのサンダルになっております。こちら一見こうちょっとこう幅狭そうな感じなんですけど、結構ストレッチ感もあるので足のフィットしやすい感じですね、うん、かわいい。安定感のあるヒールで素敵です。お色はこの2色ですかね、はい、ベージュとブラックの2色になります本当色によっては欠けているものだったりサイズによって欠けてきているものがあったりとかするので、ぜひこの機会にチェックしていただけると嬉しいなと思います。ということで実際履いてみた形になります。結構足の甲の部分がホールドされているので安心感ありますね。はい、そうなんです。うん、ちょっとあの実はトゥーを斜めにカットしたデザインになっているので、すごく足元も綺麗に見えるアイテムになってます。確かに指先まで綺麗に見える形ですね。割とパンツスタイルでもスカートスタイルでも何でも合いそうな形になっております。オフィスとかにも使えそうですね。はい、もちろんお使いいただけます。続いてご紹介するのはこちらのサンダルとなっております。お色によってはちょっとニュアンスカラーの配色になっているものもありますので、はい、ぜひチェックしてみてください。これはもう言わずもがなマジックテープでビリビリとこんな感じでやっていただけるとしっかりホールドされますね、はい、そしてスニーカーのソールですね。で軽いですね、とにかく軽量のタイプになってます。厚底ソールなので結構重たく見えがちなんですけど、すごく手に取っていただくと軽量っていうのが分かるアイテム。そうですね、あともう足元が本当とにかくしっかりフィットしていくので、はい、歩いてての安心感がすごいですね。でしっかり厚底なので割と安定感もありつつカジュアルに履いていただけるような形ですね。今年も引き続きこういうスポーティーな形っていうのは人気ですか。はい、今年もあの今季も引き続きトレンドのアイテムになってまして、まあ、ちょっと今までと違うとしては、まあ、少しあの丸みのあるラウンドトゥーにしたっていうところで、まあ、ちょっとカジュアルなんですけど女性らしさっていうところも落とし込んだアイテムになってます。なんかワンピースとかとも相性がより良くなってますね、はい、ぜひチェックしてみてください。
実際に履いてみました。配色カラーがこちらの商品は綺麗ですね、はい、ちょっとベージュがライトベージュに近いような薄めのカラーとパープルっていうところの2色展開になってるんですけ、なるほど、すごく馴染みやすいカラーリングになってます。でしかもこちらが実はかかと部分がシャーリングが入ってるので、ここですね、そうなんです、すごく履き心地も抜群なのと歩きやすさもより快適になってます。足にフィットしやすいのがとても嬉しいですね、はい、ありがとうございます、はい、続いてご紹介するのがこちらグルカサンダルですね。今年も継続してグルカサンダルは人気ですかね、はい、もう今期引き続きもう定番アイテムとかしているようなトレンドのグルカサンダルなんですけれども、こちらはちょっとアッパーをざっくりしたグルカタイプにすることによってちょっとラフな印象に仕上げたアイテムになっています。上品ですね、はい、でも白もこのようになっております。結構もう足をスッと入れていただければいいかなという感じです。3色展開ですかね、こちらも3色展開になります。ありがとうございます。はい、ということで実際に履いてみた形になっております。可愛いですね、はい、あまりちょっとなんかのスケスケ感が出ないようなタイプなので、素足でももちろんちょっとさりげないニュアンス感も出しながら履いていただけますし、確かに靴下合わせとしていただいてもすごく相性がいいアイテムになってます。なんかすっきりした形のフォルムなので足元がこう広がらずに綺麗に見えますね、はい、そうなんです。でちょっとなんかワイドなタイプの印象になってるのと、まあ、とにかくローヒールっていうところでヒールも 0.5 センチですごく歩きやすいアイテムになってます。ありがとうございます。続いてご紹介するのはこちらのサンダルです。ちょっとぽってりした形のサンダルですね、はいはい、そうです。こちら側が足が当たってもそんな痛くならないようにちょっと丸みを帯びたようなデザインになっているのが特徴です。なんかこのタイプのサンダルって結構重たいイメージあったんですけど、これすごい軽いですね、はい、とにかく軽量 と、 ちょっと厚底のトレンド性というところも兼ね備えたアイテムになってます。とクッション性がとてもあって素敵です。今年らしい一足ですね。お色はこちらの3色展開ですかね、はい、3色展開です。ちょっとカラーの遊び心あるグリーンがちょっと足元にもアクセントになるので、うん、今季ちょっと一癖使いたいという方はグリーンがおすすめになってます。ありがとうございます。差し色から最近は傾向として売れていくので、ぜひお早めにチェックしてみてください。かわいいですね、こんな実際履いてみた形になっております。結構なんか足元がふっくらしてるので可愛らしく見えますね。程よいちょっとメリハリ感を出しながらっていうところなので、ちょっとなんか足元は華奢な雰囲気に見えるような印象もあります。上品にぽってりとしながらも見えるので、普段使いにちょうどいい形ですね。ということで、ぜひご検討ください。続いてご紹介するのがこちらです。パンプスですね。はい、ちょっと今のように季節の変わり目だったりとか、サンダルまだ早いなっていう方にぴったりなミュールのデザインになってます。もうちょっとささっと履いて足元上品にみたいな感じで、はい、オフィスでも対応できますし、ちょっとしたお呼ばれでも使えるっていう形ですね。かわいいです。でこの辺がクッション性がしっかり入っているので、履き心地もよくささっと履いて上品に見える優れものですね。お色はこちらの3色ですかね。3色展開になります。はい、ぜひご検討ください。ということで実際に履いてみました。結構なんかもう足元をつま先の方から見るとすっきりとして見えるローファーみたいな感じの感覚ですね。はい、マニッシュなローファー風でちょっと足元を仕上げたっていうところになってます。結構すっきりして見えるので、もう今のシーズンというか夏ぐらいまで割と夏秋、まあ、冬以外はいつでも履けるっていう感じがしますね。なので、まあ、割とシーズン長く履いていただきやすいアイテムかなと思います。続いてご紹介するのがこちらですね。バレーのようなトゥーシューズのような形のデザインになっています。でもキラキラしたのから定番まで揃っている感じですかね、はい、ピンクホールドだけ唯一ちょっとスパンコールというかキラキラを縮めているデザインなんですけれども、ちょっとシンプルにいきたい方はやっぱブラックとホワイトというところになってます。中もしっかりクッション性もあるので履き心地が良いのと、全体的に柔らかい素材なので、まあ、足入れもしやすい形になっております。ということで実際に履いてみました。結構キラキラしたものでも
かなり足元上品に見えますね、はい、ピンクゴールドなので結構あのナチュラルなカラーリングで、うん、あの足との色合いとかもよりぴったりしたアイテムなんですけれども、うん、あまりギラギラしないのでちょっと程よく柔らかい印象で仕上げたアイテムになってます。ありがとうございます。最後ご紹介するのがこちらのパンプスになっております。こちらも本当お呼ばれからオフィスまで対応までマルチに対応しやすいアイテムですね。エナメルでこれは合皮ですかね。はい、こちらは合皮になってます。可愛いですね。実はのドット側の中敷きっていうところもポイントになってまして、脱いだ時にも可愛さあふれるデザインっていうところをこだわって作りました。靴箱に置いててもなんかこう気分が上がるようなデザインですね。結構滑りにくいような仕様になっているので、普段使いで割とカジュアルに使っていただきやすい、日常使いしやすいパンプスになっております。お色はこちらの4色ですかね。4色展開です。ぜひご検討ください。ということで実際に履いてみたものがこちらになっております。結構落ち着きのある感じで上品ですね、はい、こちらがライト、あ、すみません、ベージュのカラーリングなんですけども、ねうんうんうん、ちょっとヌーディーな色合いっていうところがあるので、そうですね、すごく肌なじみが良いアイテムになってます、うんうん、結構なんか履いていてとても足元が上品に見えるカラーリングですね。ありがとうございます。